どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ところで皆さん、昔やっていたゲームを、もう一度やってみたくなること、ありますよね？確かに、ふとした時に思い出したりするんだよな。そこで今回、視聴者の皆様に、こんな質問をさせていただきました。昔やっていたゲームに、復帰する理由は何ですか？これは普通に気になるな。コミュニティ欄に投稿したところ、500件を超える回答をいただきました。そんなに？マジでありがとうございます。その中から一部を紹介させていただきますね。武将さんが楽しそうに実況してて、復帰しようかなって時々思います。おお、これはめちゃめちゃ嬉しいな。こういう感じの回答が、多分一番多かったんじゃないかな。こう言ってもらえると、マジで実況者冥利に尽きるんだぜ。なぜか唐突にやりたくなる衝動に駆られたり、コラボとかがきっかけでまたやったら楽しかったから。わかるわかる、突然思い出したりするんだよな。やっぱりどこかでそのゲームへの愛情を持ってるのよねー。コラボがきっかけってのもよくあるよな。好きな作品と、好きなゲームとのコラボが実現したら最高だもんね。すごい大型アップデが来た時、推しキャラが実装された時。大型アップデ、すごい重要だよね。ゲームシステムが改善されたり、記念の報酬なんかももらえたりするもんな。推しキャラってのも超わかる。推しの衣装違いとか出たら即復帰しちゃうもん。やはり推しというものは偉大なんだぜ。ところで今まさに、復帰するのに最適なゲームがあるんですよ。復帰するのに最適？そう、皆さんが答えてくれたような、復帰したくなる理由が盛りだくさん。今回はそのゲームについてご紹介します。それがこちら、エピックセブン。アウェイクンという、超激アツアップデートが始まったんですよ。まずはエピックセブンのことを初めて知ったという人に向けて、このゲームの概要を説明します。ちょっと待て、後ろでなんかアニメ流れちゃってるよ。ああ、これゲーム内のストーリーだから。おい嘘だろ、クオリティ高すぎだろ。いやほんとなのよ、私もいきなりこれ始まった時は度肝抜かれたけどね。そりゃビビるわすごすぎて。エピックセブンは、美しいアニメムービーが魅力のハイグラフィック RPG。かっこいい、かわいいキャラがたくさん出てくるし、ストーリーも重厚でとっても面白いので、マジでアニメ見る感覚でゲームを楽しめるよ。へぇ、私も初めてみたいな。そんな新規ユーザーさんにとっても、今が絶好のタイミング。アウェイくんの波に乗り遅れぬよう、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに私も新規ユーザーなんですが、序盤で出てくるこの、イセリアに一目惚れしてしまいました。推し決まるの早くね。ということで最初の選択召喚、イセリア短期狙いで引きまくりたいと思います。30回まで引き直しできるのか。リセマラしやすくてありがたいですね。うおー。20回目にしてお目当てのキャラを引くことができたみたいだな。初めてすぐ最高レア度が手に入るのは嬉しいわね。お、カードみたいなやつも出てくるんだな。これは古代遺物ね。英雄に装備して、能力を高めることができるわ。古代遺物のイラストも凝っていて魅力的だな。星4も3枚出たし、かなり良さげね。騎士の命に従います。それでは、イセリアを編成して戦っていくよ。花の剣よ。いやまたアニメーション始まったんだが、うおお、なんと美しく気高いんだイセリア。スキルの演出豪華すぎるだろ。しかもバトルは奥深い。右下のスキルを選んで戦う、ターン制のコマンドバトルね。追加効果などもしっかり考えないとな。うわ、かっこよすぎ。ビルドレッド、できながら惚れてしまうな。もちろん手に入れれば、一緒に戦うこともできるよ。まだ序盤なのに欲しいキャラが多すぎるんだぜ。ほんとにそれ、全員キャラデザが神がかってるんだよな。これはハマってしまいそうだぜ。メルセデス。ちなみにこの星4のメルセデスは、全員入手できる配布キャラだよ。こんなに可愛い子が、無課金でも魅力的なキャラをたくさんゲットできちゃうのだ。さあここからが本題。超大型アップデート、アウェイくんについてです。復帰したくなる理由が盛りだくさんって言っていたが、まさにそう、以前遊んだことのある人は、復帰するのにベストなタイミングですよ。まずはこちら、月影英雄といって、とっても強力なキャラがたくさんいるんだけど、この月影英雄たちを入手しやすくなりました。なんと、月影召喚20回ごとに、星4から星5の月影英雄を無料で召喚できるようになったのです。強力なキャラを確定入手できるのか。しかも、これまでの月影召喚回数に応じて、召喚書が配られます。それってつまり？これまでたくさん月影召喚をしてきた人は、復帰するだけで大量の月影英雄がゲットできちゃうんです。めちゃめちゃ熱いじゃん。確かにそれは復帰したくなるな。
加えて、神秘召喚も回収され、3種類の星5英雄の中から、お目当ての英雄を選んで召喚できるようになりました。さらに、ピックアップ対象を任意で3人選べる、カスタムグループピックアップ召喚も開始、これまでと比べて格段に、好きなキャラを入手しやすくなるってことだな。そう、推しをお迎えできる確率が上がるってこと。やっぱ推しは重要だからね。英雄だけでなく、育成素材もゲットできる大チャンス。特に注目なのは、モラゴラチャレンジイベント。モラゴラって？英雄のスキルを上げるのに必要な超貴重なアイテムなんだけど、3段階のチャレンジをクリアすれば、66個ももらえます。さらにこちらの討伐英雄支援イベントでもモラゴラがもらえるので、この2つのイベントを合わせてもらえるモラゴラの数は、なんと100個以上。それってすごいの？めちゃめちゃすごいわよ。既存プレイヤーはよだれじゅるじゅるでしょうね。そんなに？それほど手に入れるのが難しい、貴重なアイテムってことなのよ。新規コンテンツにも注目です。まずは、深淵にチャレンジモードが追加されます。ほう、深淵とは？高難易度の PVE モードなんだけど、とっても歯応えがあって、報酬も豪華なので人気なのよ。今は120階層まで実装されているんだけど、80階層以降でプレイできる、チャレンジモードが新たに追加。より多くの人が楽しめるようになりました。一番奥まで到達しなくても、チャレンジモードが遊べるってわけだな。既存の深淵と同じ、初回クリア報酬だけでなく、それぞれの階層の追加ミッションをクリアすることで、さらなる報酬が獲得できます。ミッションをクリアするために編成を変えたり、いろいろと考えるのも楽しそうだな。また、将来的に追加される、結束のカゴもすごいんですよ。なんと、育成していない英雄を、育成済みの英雄と同じ水準まで、すぐに育成できる、新しい育成補助システムです。それはめちゃめちゃ助かりそうだな。英雄の育成にはたくさんの素材が必要となりますが、結束のカゴを活用すれば、素材を消費することなく、好きな英雄を PVP などでも活躍させられるので、どちゃめちゃ便利なシステムですね。他にも、装備強化における便利な機能の実装や、ストーリーの難易度調整など、ユーザー思いのアップデートで、より楽しみやすくなりました。以前どうしてもクリアできなかったって人も、ぜひ再挑戦してほしいな。アップデート内容の一覧はこちらになっております。本当にたくさんあるんだな。それだけではなく、e スポーツの強化や、ビッグなコラボレーション、ウェブ小説や4コマ漫画、オリジナル曲など、積極的な IP 活用で、いろんな角度からエピックセブンを楽しめるようになります。今後もますます目が離せないぜ。当日配達の秘密？アップデートを記念した報酬も、めちゃくちゃ豪華なんですよ。まずはこちら、月栄召喚回収記念ログインボーナス。7日目になんと、星4から星5の月栄英雄召喚書がもらえちゃいます。今始めればまだ間に合う。急げ急げ。そしてこちら、アウェイクン記念ログインボーナス。神秘召喚に必要な貴重なアイテムを、最大1000個もらえちゃいます。さらに、アップデート記念のスペシャルプレゼントも届いてたよ。最高レア度の古代遺物か。もう一個ある、こっちは。俺のお出ましだぜ。光栄に思えよ。うおお、星5の英雄だ。ちょっと大盤振る舞いすぎないか？他にもたくさん、マジでありがたいですね、これは。しかも、最大7日間、毎日10回無料召喚ができます。実質70連無料ってことか。こちら期限が迫っているので、気になる人は今すぐ始めましょう。ちなみに私は、キャンペーン4日目の無料召喚で、星5の英雄を引くことができました。お、それは良かったな。これからも毎日、引くのが楽しみです。私と同じ戦場に立つのなら、命を懸けて戦え。ということで、いかがだったかな。アウェイ君、本当にすごい内容だったぜ。新規ユーザーさんはもちろん、旧民ユーザーさんにとっても、最高の復帰タイミングとなっているので、少しでも気になった人はぜひ、概要欄をチェックしてみてね。みんなが答えてくれたような、復帰したくなる理由が、マジで詰まっていたな。うん、本当にユーザーにとって嬉しいアップデばかりだし。報酬はガチでお得なんで、とりあえず今すぐ召喚だけでもしまくっちゃってください。きっとあなたにも、推しの英雄が見つかるはずです。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。